ベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？あたしよ、あたし。わからないの？可憐で優しいあんたの幼馴染。コパあんたは相変わらずね。どんな雰囲気かって？突然呼び出したのに。だから、ありがとね。そういえば、GGO どころか VRMMO は初めて。数年前に、一人の若き天才。そして VRM、多くのゲーマーは、でも、HP がゼロ。プレイヤーたちは協力し、SAO 事件の安全性を確保された。妖精たちが揃う。SAO サーバーをもとに、そして、何者かによって VR、ここ、ガンゲイルオンライン、GGO も、その一つよ。ゲームコイン現実、まあ、あまり、あんたに付き合ってほしいのは、そういうこと。それに、頑張ってあたしのために。そんな不思議そうな顔しないでよ。あ、もうどこに注目し、あの人は、ジーノ、スコードロンって。やあ、君たちも、クレハ君だよね。あちこちのスコード、ありがとうございます。そこの君は、私の幼なじみなんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて、初めまして。面白い戦いを期待しているよ。一応、戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫。あんただったらすぐに慣れるわよ。せっかくだし、ダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。使うわよ、使うわよ。いい感じね。当てる。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。その調子よ。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。すごいすごい。その調子よ。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を。うまいうまい。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。いい感じね。
トレジャーボックスってトラップされじゃ。階段を上がって先に進みます。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だって走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることってかなり重要よ。いいかな。勝った勝った。こんなところね。あの扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内にはよく注意して行動した方がいいよ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてにしてはいい線いってると思うわよ。 GGO の基本的な戦闘は大体わかったでしょ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは？隙を見て逃げるわよ。リツキさんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎる。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃう？クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないものはない。なんとか勝てたわね。ああ、この先道が二つ、私たちは別の道を。だから。わかりました。行ってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。Thank you.
大丈夫だはずな。問題ない。この子が。なあ、正確にはレアすぎて情報が。残念だったね、キリト君。キリト?1ヶ月でジジ。キリトでいいよ。キリト君悪い悪い、はあ、名前はランキングで何度も見ている。アバシス、私があなたのマスター。私は、あ、この人が私の現在メインシステムを50。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。メインシステム起動。90。マスター、私の名前を決めてください。